グッドモーニング YouTube。今日は、最終回、クリアシベ南先生の、心不全入院患者に対する安行と血行再建のタイミングについてですかね。お願いします。はい、よろしくお願いします。本日の論文なんですけれども、ちょっと最初に、結論からお話しさせてもらいますが、急性心不全、特に虚血性の心不全ですね。で、入院になった患者に対して、早期にそのインベーシブな冠動脈造影検査を行うと、長期的には全死亡、それから心血管支が優位に抑制されたというふうな内容で、今回はヨーロピアンハートジャーナルから持ってきました。で、早速ですけれども、心不全患者というのは年々このように増加しているというのはよく知られていることなんですけれども、特にこの左側はですね、アメリカでの報告で、65歳以上の心不全患者っていうのは年々増加してきているというふうな、報告です。で、2000年以降に関しては、この実践がですね、予測の心不全発症率ということなんですが、実際の心不全の発症率っていうのは、こちらの点線のようにですね、この予測値をはるかに上回っていると。いうふうな結果が得られておりました。で、さらに急性心不全による1年間の死亡率に関しては25-40%と非常に高い割合を占めているというふうに言われております。で、こちらの右に関してはですね、日本での報告なんですけれども、心不全外来患者の総数というのはこの緑色になるんですが、年々ですね、2005年から当時約98万人であったものがですね、現在の2020年までにはこのように5年ごとに約9万人ずつ急速に増加していて、で、その後に関しては、このあたりに関してはですね、5年ごとに約2万4000人ずつ、徐々に増加して、2035年頃には、ちょっとピークに達するというふうに考えられております。で、ただピークに達するといってもですね、おそらく日本人人口そのものが減少するためというふうにされてますので、やはり心不全の有病率は非常に高いままであることが想定されます。で、心不全患者の基礎心疾患、エチオロジーとしては、やはり冠動脈疾患がですね、非常に多い割合を占めているということも知られていて、報告にもよってちょっと異なるんですが、約虚血性心不全の割合っていうのは全体の50-65% と、主要な危険因子であるということが示されております。で、心不全に冠動脈病変が存在している、いわゆる、虚血性心不全の場合っていうのは、このノンイスケミック、非虚血性の心不全患者に比べて、予後が悪化するというふうな報告もありまして、虚血性心不全の中でも、その重症度によって、さらに層別化することもできると思います。で、そのため、急性心不全患者で、その原因、いわゆるエチオロジーをですね、精査することと、その予後を検討するために、虚血因子を考慮するっていうのは非常に重要なことではあるんですが、その虚血の精査を要する患者っていうのをいかに特定するかについての、標準的なアプローチ法がないっていうのが現状です。で、心不全患者、特に急性の心不全患者において、虚血の関与を精査するためにですね、冠動脈造影検査を施行するっていうのは非常にチャレンジングなことだと思います。やはり急性心不全患者においては、呼吸状態が改善して、バイタルであったりとか、そういった全身管理が落ち着いてからですね、冠動脈造影検査っていうのを行うのは一般的だと思うんですが、やはり呼吸状態のそれほど整っていない急性期に、そういった CAG をですね、施行するっていうのは、かなり、現実的ではない可能性っていうのもあります。で、やはりそれでもですね、急性心不全患者に対して冠動脈造影検査っていうのは、一般的にはその共通であったりとかですね、トロポニン上昇などの、心筋虚血を示すサインがあればですね、検討されると思うんですが、ただ実際にはこういった共通であったりとかトロポニンの上昇っていうのは、その AMI ですね、いわゆるタイプ1の、タイプ1のノンステミも含みますけれども、急性心筋梗塞、心不全の患者においてですね、やはり共通して見られる項目ではあります。多少項目によってその頻度っていうのは異なりますけれども、やはりですね、心筋梗塞や心不全患者ともに見られる因子ですので、こういった
自覚症状であったりとかトロポニンの上昇っていうのはその予後を十分には予測できないっていうことを、まあ、経験していると思います。でさらにトロポニンっていうのは、まあ、特にさまざまな状況下で上昇してくるということもありますので、ただそれは一方で心不全患者においても見られることですので、まあ、その鑑別に悩むということも多いかと思います。でそのため急性心不全患者に対して、CAG をですね、どのタイミングで施行するかについては、施設間で大きなばらつきもありますし、患者ごとに異なるというのも事実だと思います。で、本日紹介する論文のグループはですね、以前別のスタディを行っていて、このようにですね、トロポニン、急性の心不全患者のうち、トロポニンが陽性、もしくは心筋梗塞の起用がある、もしくはその共通があるといった、この3要素ですの、3要素のいずれかを含む、いわゆるその虚血性心不全のコホートっていうのを構築してますけれども、その定義としてはこういった、3つの兆候のうち、いずれか1つを、1つ以上を含む患者っていうのを、今回の定義としております。で、このイスケミックハートフェイリアのコホートで、この LVF ですね、ヘフレフ、ミッドレンジ、それからヘフペフというふうに、LVF ごとにさらにトロポニンがこう上昇しているか、正常値かっていうふうに2群間で分けてですね、その予後、死亡率に関して、統計出してますけれども、このように特にヘフレフの中 でさらにこのようにトロポニンが上昇しているケースっていうのがですね、一番予後不良であるというふうに、結果が得られております。特にミッドレンジに関しては、統計学的にはですね、それほど有意差はついてなくて、PEF に関しては統計的には有意差あるんですが、いずれの群に関してもトロポニンが陽性であるということに関しては、ノーマルのトロポニン値の心不全に比べて、予後は悪いというふうな結果が得られております。でそこでこのような虚血性心不全が示唆される、患者における虚血の診断というのが、重要なんではないかというふうに思われまして、今回の論文になります。今回の目的は、急性の虚血性心不全患者、アキュートイスケミックハートフェイリアにおける早期の冠動脈造影検査ですね。これは僕らが普段やっているインベーシブな CAG と、その死亡率、再入院、血行再建術との関連を評価することとしております。方法ですけれども、2010年の4月から2013年の3月に、カナダのオンタリオ州ですね、の病院の救急外来を受診した患者っていうのを特定しています。70施設からデータ収集しています。でまずは入院患者を同定して、また PCI、その後に行われた PCI や CABG などの手技についてのデータも収集されているんですが、この観察期間中にですね、複数回救急外来受診した場合には、その初回受診だけのデータっていうのを採用しているというふうになりました。で、インクルージョンクライテリアですけれども、こちらに関しては後ほどまた詳しくお話ししますが、救急外来をですね、受診した18歳以上の成人で、フラミンガム基準を満たして心不全の診断となった患者っていうのが一つの大枠ですが、エクスクルージョンクライテリアとしては BNP が上昇していない。もしくはその心不全入院、今回の心不全入院前14日以内に心筋梗塞の起用がある患者。その他、外来管理でできるほどの緊急度の患者っていうのが含まれておりますので、基本的には救急外来を受診して、かつ、やはりこう緊急対応が必要なですね、急性心不全という患者が対象というふうになっております。ちょっと先に今回のスタディフローチャートをお示ししますけれども、先ほどのインクルージョンクライテリアに基づいて、その救急外来を受診した急性心不全患者っていうのを同定してるんですけれども、今回はですね、さらにその N 数を増やすためにオーバーサンプルすることにしています。すべての入院患者7239人のうち、フラミンガム基準を満たしてない、もしくは BNP 値や NT プロ BNP が心不全を示唆するほどの数値ではない患者っていうのを除外して、まずはその心不全患者であるもの、6166人っていうのを同定しました。で、今回はその心不全患者、特に急性期の心不全患者に対する早期の CAG の有効性を検討する試験ですので、
ACS のようなですね、もう緊急で、カテーテル治療を行わなければならない患者っていうのを除外しています。で、まあ、その他、腎機能とかも気になると思うんですが、まあ、クレアチニンは 3.4 以上の患者、それから、まあ、活動性にシビアな出血がある患者や、血小板低下、もしくはその転移性の腫瘍であったりとか、非常にフレイルの高い方ですね、っていうのは除外されております。で、さらにその急性心不全患者で入院した患者のうち、すいません。で、最終的にですね、こういった患者が、まずはその全ての虚血性の心不全患者のうち、このような項目がですね、の方々が除外されて、最終的に残った、まあ、解析されたのが2994というふうになるんですけれども、この患者群をさらにですね、入院して早期に CAG を行うのが1567人、早期には CAG を行わなかった1427人に分けて、この2群間で検討することとしています。で、このアーリー CAG 群、まあ、のアーリー CAG 群での、まあ、今回は比較検討なんですが、この今回のですね、アーリーコロナリアンギオグラフィーです。アーリー CAG の定義っていうのは、今回の急性心不全で入院して14日以内に、まあ、インベーシブな侵襲的な CAG を行ったというふうに定義していて、これは実際の入院中だけではなくて、心不全が早期に改善して、一旦退院した後の患者も実際には含んでいます。で、プライマリーアウトカムとしては、90日、2年時点での、自然死亡、心血管死として、セカンダリーアウトカムは、全再入院、急性心筋梗塞、心不全の再入院というふうにしております。これ、ランダマイズドじゃないんですよね。だから、何かしら、こう理由というか、モチベーションがあって、早期に CAG をやった患者さんと、そうじゃない患者さんというのに分かれてるってことですよね。あ、そうです、そうです。はい、なので、まあ、患者背景によってかなり CAG するかどうかっていうのはすごい分かれてしまうんですが、まあ、その点はちょっと後ほど統計的な部分で修正していくようです。で、今回の論文内ではですね、ちょっとトロポニン値っていうのが、その施設によって扱ってるものがちょっと異なりますので、それぞれのトロポニンの種別ごとに、まあ、正常、それから正常上限以上、それから、まあ、心筋障害をきたしているというふうな MI レンジというふうに3つに分類しているようです。で、実際これは、各トロポニンごとの項目でですね、まあ、ノーマル、それから、まあ、マイルドな上昇、もうインジャリーきたしているほどの上昇というふうにあるんですが、これピークのトロポニンのですね、実際のトロポニンのピーク値が、その各施設ごとのこの正常上限のですね、どれくらいの比率での上昇っていうのを各項目で定義してるんですが、この水色、黄色、赤のグラフっていうのは、まあ、ですね、それぞれ正常、それからまあ正常上限以上、それからこのように心筋障害ですね、MI レンジというふうに設定して、で、まあ、心不全の分類に関しては LVF に基づいて、まあ、通常の定義としています。で、冠動脈の有狭窄っていうのは左視幹部の場合は 50% 以上。その他の部位の狭窄に関しては 70% 以上というふうに定義しておりました。で、まあ、先ほどのフローチャートになりますが、まあ、結果に移りますけれども、まあ、急性虚血性心不全患者で入院も早期。まあ、具体的には入院して14日以内に CAG を施行したアーリー CAG 群と、施行しなかったノーアーリー CAG 群での比較になります。で、ベースラインの臨床的背景なんですが、まあ、様々なですね、患者背景を考慮して、まあ、早期に CAG を施行されたりとか、まあ、CAG を、まあ、早期、慢性期に CAG を施行されたりとか、まあ、そういった背景はあるので、実際にはこの患者背景っていうのは、これらの2群間でですね、まあ、非常に大きく異なります。で、一応、アーリーの CAG 群に関しては、まあ、年齢に関しては、まあ、ちょっと若い傾向があって、まあ、男性の割合がやや多かったという結果です。で、約半数がですね、このように、まあ、イマージェンシーメディカルサービスを使って、救急外来に、まあ、搬送されているというふうなもので、ただ一方で、その心原性ショックに関しては、それぞれ 1.7%、0.6% と非常に少ない割合でした。で、狭心症状があったのですね、約半数で、それぞれアーリー群では 53%、ノーアーリー群でも約 42% がですね、まあ共通を訴えている
というふうな患者群です。で、この EHMRG7D リスクスコアっていうのはちょっとあまり聞き慣れないんですが、まあ、イマージェンシーハートフェイリア、モータリティリスクグレードで、7Days っていうもので、まあ、カナダでですね、急性心不全患者で7日間の、まあ、死亡率を予測するスコアっていうのがあって、これが高ければ高いほど、まあ、予後が7日間でのですね、死亡率が高いということになるんですが、こちらに関してはそのノアリグの方でやや点数としては高いっていうふうな結果でした。まあ、その他今回は、まあ、心筋梗塞の起用などについても、まあ、重要な因子なんですが、まあ、比較的早くそのアーリー CAG を施行されたのが、患者で心筋梗塞の起用があるのが約7割弱。で、CAG を緊急ではされなかったのが6割というふうになっております。で、さらに PCI、CABG の起用に関しては、まあ、反対にですね、まあ、こっちのアーリー群の方では比較的少ないというふうな結果です。で、血液検査に関して見ていきますけれども、クレアチニン値ではですね、このノーアリー群の方で、まあ、やや高い。それからトロポニンに関しては、これがまあ正常上限、それから MI レンジというふうに分けられていますけれども、まあ、いずれもですね、この早期にアーリー CAG 群の方がやや高いというふうな傾向でありました。で、まあ、心エコーに関してですけれども、まあ、心エコーは、これもちょっとなぜかわからないんですが、まあ、アーリー CAG 群の方の9割でですね、心エコーされてるんですが、ノーアーリー CAG 群ではあまりそれほど、まあ、高頻度にはですね、心エコーはされてないということで、で、さらにその EF で見ていくとですね、このアーリー CAG 群ではヘフレフの割合が多かったというふうな結果が得られております。で、左はですね、それぞれのこの変数とですね、各共変数と、まあ、早期の CAG との関連を表すオッズ比なんですが、この右側の方に行けばですね、よりそれらの各項目で見てたときに、まあ、早期に CAG を施行された、まあ、因子である。で、さらに左側に行けばですね、逆にそのアーリーな CAG を施行されなかった、まあ、変数っていうふうになるんですが、具体的に一個一個見ていくと、この赤くなってるのがですね、associated with early CAG っていうふうなところで、実際こっちに日本語でまとめましたけれども、アーリー CAG に関連する因子としては、呼吸困難や狭心症などの症状があるということや、あとは心筋梗塞の起用、それから、トロポニンが MI レンジで上昇しているということ、それからミッドレンジの EF、F、レフというふうな項目などが含まれておりました。一方で、その早期に CAG を施行しなかったことと関連する因子としてはですね、まあ、高齢で、まあ、認知症があったりとか、あとはそのクレアチニンが上昇している。それから、そうですね。クレアチニン値が上昇しているということが挙げられております。で、先ほどこういった患者背景が非常に大きくばらつきますので、まあ、ちょっと今回使用した統計の話になってしまうんですけれども、近年はですね、プロペンシティスコアの逆数の値を用いて、まあ、その患者の予後に与える影響度にこう重み付けをして解析をする、このインバースプロバビリティオブトリートメントウェイティング、まあ、IPTW 解析というのが提唱されているようで、このプロペンシティスコアマッチに比べて、この IPTW 法の方がですね、解析が非常に簡単で、このように患者背景も、まあ、うまく調整できるというふうに認識されているようです。で、この手法を用いてですね、この、先ほどの様々なこのような患者背景っていうのを調整してみると、各項目のこの標準偏差っていうのが、最初は調整前はこのように赤点でですね、非常に標準偏差も高かったんですが、この IPTW 法っていうのを使うと、いずれの項目でもですね、この黒点のように、まあ、両群間で、まあ、共通した患者背景っていうふうに調整することができるようです。ですので、この解析を使って、まあ、患者背景を、まあ、調整してですね、患者予後に関して、これから、まあ、統計の方を出したというふうになります。で、クレアチニンの値に関しても、まあ、この統計を用いることでですね、この入院時のクレアチニン、それから最大クレアチニン、退院直前のクレアチニンというふうに分けてますが、それぞれ赤いのが、ノーアリー CAG 群、
で、青いのが RCAG 群なんですが、クレアチニンに関してもほとんど、まあ、共通して、よく一致しているというふうなことが示されました。で、プライマリーアウトカムに移りますけれども、まずはこの RCAG 群と NoRCAG 群で、その先のですね、IPTW4 のその調整前、調整後でそれぞれ比較していますが、トータル4853人年の追跡調査で、すべてですね、914人のオールコーズですっていうのが観察されました。で、この背景の調整前で見てみると、この2年間のフォローでですね、まあ、アーリーの CAG 群では、オールコーズです。それからカーディオバスキュラーですの、いずれも、まあ、低かったというふうな結果になっております。でさらにその調整後で見てみても、まあ、アーリー群では優位にオールコーズです。カーディオバスキュラーです。両方、まあ、優位に少ないというふうな結果でした。で、次に、オールコーズですに関しての、まあ、カプランマイヤーになるんですが、こちらが、その、患者背景調整前、こちらが調整後というふうになりますけれども、いずれで見てもですね、まあ、オールコーズですに関しては、このアーリー CAG 群、ちょっと色がこれ逆になってるんですが、いずれもアーリー CAG 群の方が優位に全死亡少ないというふうな結果が得られました。で、プライマリーアウトカムのもう一つですね、カーディオバスキュラーデスに関しても同じように調整前、調整後で見てますけれども、やはり早期に、入院後早期に CAG を行った群の方が、まあ、統計学的にも優位に、心血管死を抑制したというふうなことがわかるかと思います。で、次にセカンダリーアウトカムにである、この再入院っていうふうなところを見ていきますけれども、こちらが調整前、こちらが調整後になりますが、アーリー CAG 群で見てみると、再入院に関しては全再入院、それから心不全の再入院、アキュート MI での再入院っていうのは全て統計学的に低いっていうふうな結果であったんですけれども、この再入院に関して、その患者背景を調整してみるとですね、実際に統計学的に抑制されたっていうのは、その心不全での再入院というふうな、この一つの項目だけがですね、まあ、抑制されたというふうな結果が得られております。で、実際その CAG の所見を、まあ、振り返ってみますと、こちらは、アーリー、まあ、早期に CAG を施行された群だけで見てみますが、その約半数、まあ、6割弱でですね、まあ、継続性の冠動脈病変が認められていて、全体のそのアーリー群の約 18% がその90日以内に PCI もしくは CABG の血行再建術を施行されたというふうな結果が得られております。一方、ノーアーリー CAG 群では、たったの 3.1% のみしかですね、90日以内に血行再建術を施行されませんでした。で、こちらの表に関してもですね、その患者背景調整前、調整後で比較していますけれども、まあ、調整前で見てみると、このアーリー CAG 群では、90日時点、それから2年時点での PCI、それから CABG の血行再建率っていうのは高いっていうふうな結果でした。一方で調整後で見てもですね、このアーリー CAG 群っていうのは、ノーアーリー CAG 群に比べて、やはり90日時点の血行再建、それから2年時点の血行再建率っていうのは優位に高いというふうな結果が得られております。まあ、いずれも、まあ、ピーチとしては 0.001 と、未満というふうになっておりました。で、こちらは、背景を調整した後ですね、それぞれ PCI のみ、CABG のみ、それから PCI と CABG 両方のコンバインドの血行再建に関する、まあ、累積の発生率ですけれども、まあ、いずれもですね、やはりこのアーリー群の方が PCI 率も高いですし、CABG 率も高いですし、また両者行われたケースもありますけれども、そのような、まあ、ケース、件数に関しても高いというふうな結果が得られまして、その後もですね、60日間なので、まあ、約2年間くらいの追跡されてますけれども、ずっと並行して高いまま維持されていたというふうな結果になります。で、これはまたアーリー CAG 群だけでの、観察になりますけれども、このフォローアップ期間中にですね、血行再建を施行された患者と、血行再建を施行されなかった
患者では、血行再建を施行された患者に対してですね、その閉塞性病変っていうのは非常に多い割合でしたし、多指病変である確率の方が非常に高かったというふうになっております。で、実際2年以上のフォローアップ期間で PCI だけ施行されたのはですね、約 43%、CABG をされたのが 54%、PCI と CABG 両方されたのが 3% となっていて、実際このアーリー CAG 群の中で見てみると CABG の割合が非常に多かったというふうな結果も確認できました。で、ここからはサブグループ解析になりますけれども、3つのコホートですね、MI の既往がある患者、それからトロポニンが正常上限以上である患者、それから狭心痛がある患者というふうに、サブグループ解析してますけれども、まずこのアーリー CAG 群の中でその MI の既往がある群、ではですね、まあ、優位にその心血管腫と全脂肪っていうのが、まあ低いというか、まあ、抑制されたというふうな結果が得られました。で、すいません。ですね。そうですね。で、この各グループでこう見ていったときに、その90日時点と、まあ、2年時点での血行再建率を見るんですが、すべての項目において、まあ、血行再建率っていうのは非常に高いというふうな、まあ、統計学的にも高いというふうな結果も確認できております。これってアーリー CAG とレート CAG を比較したときのハザードレシオを見てるってことでいいですか？ですね。そうです、そうです。わかりました。すいません。ありがとうございます。一方で、このトロポニンのですね、このトロポニンの値が正常上限というふうなサブグループで解析してるんですけれども、実はこれトロポニンの正常上限以上の群だけではなくて、トロポニンがその MI レンジ、その心筋障害をきたしている群で比較してみると、実際この正常上限群とトロポニンがその MI レンジまで上昇している群では、まあ、有意差がなかったっていうふうな結果なので、まあ、そこにはちょっと解釈が、難しいかもしれませんが、正常上限以上と MI レンジでも大体同じようなですね、まあ、統計学的には結果が得られているというふうな結果でした。まあ、ディスカッションに移りますけども、まず虚血性心疾患に関してはですね、心不全の一般的な原因、そして、かつ増悪因子でもあって、まあ、非虚血性心不全に対して予後は悪いというふうに報告されています。でしかし実際にその急性の心不全患者に対して早期に侵襲的な CAG をですね、施行したりとか、あとはその血行再建術の有効性っていうのは示されておりません。で、また冠動脈造影検査を行うべき患者の選択であったりとか、まあ、早期に検査を行うことのメリットについて示す研究、それからガイドラインっていうのもありません。で、本研究ではですね、その心不全の入院、特に急性の虚血性心不全ですけれども、その入院した後早期ですね、まあ、具体的には14日以内にインベーシブな CAG を施行することで、2年間での全死亡、それから、心血管腫、それから心不全の再入院を抑制するということが示されました。で、また早期のインベーシブ CAG を施行された90日時点と2年時点での、まあ、冠動脈の血行再建術の割合が高く、まあ、早期介入によってアウトカムの改善に寄与しているんじゃないかということが示唆されました。AHLM のガイドラインではですね、まあ、その心不全に虚血が関与してそうな場合には CAG はリーズナブルと、まあ、クラス 2A で、記載、推奨されているんですが、こちらのエビデンスレベルは C というふうになっています。で、ESC のガイドラインでは、そのノンインベーシブな検査で虚血が示唆されるような、まあ、いわゆるその検査前確率が高い患者でインベーシブ CAG が 2A。で推奨されているんですが、そちらに関してのエビデンスレベルは C というふうになっております。で、日常のガイドラインでもですね、海外のガイドラインの結果を受けて、まあ、同様にその冠動脈造影は、狭心症を合併する患者ではクラス1というふうになってますけれども、心不全の原因として虚血が疑わしい場合というのは 2A。ただそれもエビデンスレベルは C となってますし、心不全患者に対するルーチン検査としてはクラス3というふうになっております。で、まあ、現代ではですね、心臓カテーテル検査っていうのをすぐ、まあ、行うことができる施設が非常に多いと思いますけれども、どの心不全患者を CAG の対象とするのかっていうことに関しては明確な指標はないっていうのが現状です。
まあ、本研究はそういった意味では、急性の虚血性心不全患者における早期のインベーシブ CAG の意義を見出すことができたのかもしれません。でこれまでにはですね、冠動脈病変と、まあ、LVF が低下している患者において、血行再建を支持するスタディっていうのはあるんですが、ただその対象としてですね、やはり入院中かつ急性期の心不全患者を対象としたデータっていうのは比較的少ないと思います。でさらに心不全増悪の30日以内に CAG を行うと全脂肪が低下するっていうことが、まあ、知られてはいたんですが、その改善はですね、主に非虚血性心不全、ノンイスケミックの患者だけが、まあ、対象されたということもありまして、まあ、冠動脈造影に、まあ、有利なその臨床背景が不均衡であったということが原因かもしれません。一方、こちらのオプティマイズハートフェイラー試験ではですね、冠動脈病変を、まあ、あることが、まあ、分かった群と、まあ、冠動脈病変がないというふうな群での、まあ、比較になるんですけれども、入院中にですね、冠動脈造影検査を施行することで、まあ、退院後短期、具体的には60日から90日のその全脂肪と、心不全の再入院率を改善するっていうことが示されましたが、まあ、これはですね、おそらくその冠動脈病変があるというふうに判明したことで、アスピリン、それからスタチン、エース、ベータなどの内服率が上がるだけではなくて、その血行再建率によってですね、こういった部分が抑制されたんではないかというふうに考えられております。でさらにこちらの STATIS 試験では、その慢性の虚血性 LVF の低下している患者に対して、その CABG を行うことで、まあ、死亡率と入院率、再入院率を低下するということが明らかになった試験ですが、こちらの試験に登録された患者のほとんどはですね、急性増悪のフェーズではなくて、すでにもう慢性期というふうになっている患者が対象となっております。で今回の研究では、まあ、患者の 80% 以上がですね、安静時もしくは経老差時に、まあ、共通などの症状があり、まあ、かつ LVF が低下した患者と LVF が保たれていた患者っていうのを、まあ、対象に含んでおりました。で実際にその心筋梗塞の既往のある、まあ、急性虚血性心不全患者のみを対象としたサブ解析でもですね、まあ、2年後までの死亡率と再入院率が改善するということも示されましたし、実際この天気の改善に関しては、心筋梗塞の既往だけではなくて、狭心症、それからトロポニン上昇を有する患者のサブグループにも一貫して認められました。でこれらのことから、急性心不全患者において、その、まあ、心筋梗塞の既往、それからトロポニン上昇、狭心症状のいずれかの特徴がある患者に対する早期のインベーシブな CAG は有益であるということが示されたと思います。で急性心不全患者に対するその早期のですね、インベーシブ CAG の考えられるメリットっていうのは、冠動脈病変がある場合には、その早期に冠動脈の血行再建術を行うことができる。または、冠動脈病変がなかったっていうこともですね、やはりその診断的意義っていうのは非常に重要で、まあ、やはり必要のない抗血小板薬、やはり出血リスクが高まりますので、こういった薬剤であったりとか、まあ、血圧を過剰に下げてしまう可能性のある抗狭心症薬の内服が不要というふうになりますので、その場合にはノンイスケミックハートフェリアとして、まあ、エビデンスに基づいたベーシックドラッグの増量というのが可能というふうになることが考えられます。でまた、虚血性心不全の場合は、冠動脈の血行再建率が、まあ、増加することで、その心不全としてのですね、進行を抑制することで、天気が改善するのではないかというふうにも考えられます。でさらに本試験では、冠動脈病変のですね、それぞれ実際に LAD であったりとか CX など、まあ、どこの病変にどういった狭窄があるのかっていうふうな背景に関してはですね、ちょっと触れられてはいないんですが、CABG 率の割合が一番多かったっていうのは、その多子病変。それから複雑病変の割合が多かったためというふうに考えられます。で、本研究結果はですね、急性心不全患者に対する早期 CAG を行うかどうかについて検討する際に有用で、虚血が疑わしい場合には特に早期の CAG は前向きに検討すべきだと思います。また初回の心不全入院だけではなくて、虚血の有無っていうのはその後も継続して評価するっていうことが重要で、まあ、過去に冠動脈病変を否定された場合にもですね、まあ、多角的に虚血を評価していった方がいいと思われます。で、狭心症状やトロポニン上昇などの、まあ、いわゆるその虚血を示唆する所見がある場合には、まあ、重篤な冠動脈病変を有していることが多いんですけれども、
まあ、反対にその CAG で病変がないことを確認できた場合には不要な薬物治療を導入しなくて済むということが可能になります。で最後ですが、まあ、本研究ではそのアキュートイスケミックハートフェイリアの定義にですね、心筋梗塞の起用、トロポニン上昇、狭心症といった3つの項目しか含んでませんので、この定義を拡大することで拡大して、まあ、再検討することで、まあ、さらにその早期のですね、CAG の有用性を示すことが可能となるかもしれません。で、リミテーションです。で結論ですけれども、急性虚血性心不全患者において、入院後14日以内のインベーシブ CAG は2年時点の全死亡、それから心血管、心不全再入院率を抑えたというふうな結論です。以上です。はい、ありがとうございました。とても面白い発表だったかなと思います。急性心不全患者で、まあ、虚血が疑われるような心不全患者に対する CAG のタイミングを分けて解析をすると、早期 CAG 群の方が、その後の予後が良かったっていう話だったかと思いますけれども、トライアルの骨組みをちょっと確認していくと、今回は、後ろ向きの観察研究ってことですね。で、最終的に確か2000人ぐらいの患者さんが入って、解析がされていると。で、急性心不全の患者さんで、3000人ですね。で、もともと CAG ができなそうな患者さんは、まあ、なるべく抜くようにしたっていうような感じですよね。腎臓が悪いとか、フレイルがあってとか、そういう人たちは、まあ、あらかじめ抜いておいて、で、結果的に1500人ずつぐらいに、分かれていたっていう状況であると。で、この患者さんを普通に解析するだけじゃなくて、ちょっと僕も初めて聞きましたけど、IPTW っていう方法で、解析をしていると。で、これは、まあ、それぞれその患者さんが持っているパラメータのうち、これは CAG をするタイミングに差がつきそうな因子を全部調整したってことなんですか？ありがとうございます。そのタイミングというかですね、そもそもその CAG する、しないっていうところもあると思いますし、まあ、ご指摘の通り、その早期にやった方がいいのか、やらない方がいいのかっていうのは、その実臨床でやっぱり患者背景で差はついちゃうんですよね。なので、まあ、そういったところを、まあ、調整するために、この方法を用いたっていうふうなところのようです。わかりました。ここにある因子って患者さんのそのプロファイル全部ではないと思うんですけど、これが選ばれた理由って何なんですか？はい、これやっぱりその両群間でですね、比較的その差が大きいところといいますか、はい。やっぱり臨床的に結構異なる部分っていうふうなところで、まあ、選ばれてはいるんですけど、結構ほとんどの項目。ほとんどの項目なんですね。はい。が、まあ調整されて、で、その後の予後を見たと。で、プライマリーアウトカムが、オールコーズデスとカーディオバスキュラーデスですかね。を見ていて、で、はい、でこの二つに関しては、有意差がついていて、ハザードレシオがそれぞれ 0.74、0.72 だったと。で、セカンダリーアウトカムとして、リアドミッションをつけていて、もうこちらは、オールコーズに関しては、差が、まあ、統計学的な差はついてないと。はい、いうような状況になっているということですけど、いくつか、ちょっと僕の方から最初に質問したいんですけど、まずこの、じゃあ、例えば、この再入院率が低下してないけど、オールコーズ等に、こう、効果に、が、こう、変わってくるっていうのは、なんかこう、逆というか、なんかそんな印象もあったりするんですけど、それはどうしてなんですか？はい、ありがとうございます。まあ、一つはですね、まあ、CAG を早期に施行されて、で、まあ、その結果、その、まあ、冠動脈血行再建ですね、がされるということで、まあ、心不全での、まあ、再入院が抑制されてるんじゃないかっていうふうなのが、まず、今回の結論ではあるんですけれども、ちょっと、僕の中でもですね、ちょっと解釈が難しかったのは、まあ、心血管腫などに関してですけど、これは、おそらく、もしかしたら、その、薬を、まあ、いわゆるその抗血小板薬だったりとかですね、そういった有害事象での、まあ、イベント発生っていうのも込みだと思うので、なので純粋にその全死亡と、まあ、心不全死とか、まあ、そういったもの以外もですね、もしかしたら中に含まれてるのかもしれないです。特に死因解析は CVD 以外はされてないんですよね。あ、そこまでされてないんですね。わかりました。これ CAG やった患者さんのうち PCI ってどのくらいされてるんですか？
こちらが、まあ、そのアーリー CAG 群の中で、まあ、TCI もしくは CABG 施行されたのが、まあ、17%。あ、実際にはこちら、患者相手を調整する前なので、90日時点で施行されたのが 17%。で、2年時点では 21% です。で、CAG 施行されてない方では、まあ、かなり少なかったというふうな結果です。それをほっとくと、やっぱり死亡という、死亡とか、心不全入院につながっちゃう可能性があるという解釈でいいですか？というふうに僕も解釈しました。わかりました。はい。このスタディの組み方にですね、ちょっと、クエスチョンっていうかあるんですけれども、これってメッセージとしては、まあ、早期の、要は血行再建が効きましたっていうのが、まあ、多分筆者のメッセージになるんじゃないかと思うんですが、なんでこれって早期の CAG のスタディにして、早期のリバスキュラーザイゼーションのスタディにしてないのかってところがちょっと気になったんですけど、そこら辺ってなんかコメントとか意見あったりしますか？ありがとうございます。まあ、やっぱりですね、実際実臨床でも経験することだと思うんですけど、まあ、大体その急性期の心不全患者が来た時っていうのは、まずその呼吸状態悪かったりとかですね、いわゆる肺水腫で、そういった患者で、まあ、呼吸状態を良くしたりとか、まあ、その心不全で、特にヘフ、レフの方とかですね、まあ、カテコラミン使ったりする方もいると思うんですが、まあ、そういったものが落ち着いてから、実際にそのエチオロジー精査として、まあ、虚血の評価をするっていうことがあると思うんですけど、まあ、実際にこれまでその急性期の患者さんに対して、そういった有効性っていうのが、まず、スタディで組まれてなかったっていうのがあって、まあ、今回はそういった意味で組まれたんだと思います。で、実際はその、まあ、先ほども最初ありましたけれども、心不全患者にはですね、このように、まあ、実際共通があったりとか、まあ、トロポニンが上がってるっていうのは比較的共通して見られる項目ですので、まあ、こういったものがもしかしたら虚血が疑わしい患者なんじゃないかっていうことで、であれば、虚血が疑わしいんであれば、やっぱりその血行再建の、まあ、有効性っていうのは、まあ、以前にも示されてますので、まあ、早めに介入した方がいいんじゃないかっていうことでの、まあ、スタディの、まあ、構築といいますか、スタディを組んだ、まあ、背景だと思います。つまり、急性心不全に CAG をやることのリスクよりも、それに伴って早期にリバスキュラゼーションができるメリットの方が大きいことが示されましたっていう、はい、まあ、この2つを言ってるって感じですかね。まあ、そうですね。あとはその、まあ、患者背景非常に悪い人たちは抜かれての結果ですので、まあ、そんなにリスクが、まあ、高い人はやってないものなので、まあ、もしかしたらやっぱ実臨床でもいいのかもしれないっていうふうなメッセージ。あ、なるほど。はい。ありました。確かにあくまでエクスクルード患者された患者さんがこれだけいるっていうのはエクスキューズになりますね。そうですね。あと、ごめんなさい。早期群で暗記をしたタイミングって大体何日ぐらいかって載ってましたか？あ、一応ですね、なんかリミテーションのとこにしか載ってなかったんですけど、一応中央値で3日間。あ、結構早いですね。結構早いんですね。そうすると、ちょっと気になるのが、これって、早期群って ACS 多かっただけなんじゃないかみたいなことはちょっと思ったりしたんですけど、これ ACS かどうかっていう調整はされてないじゃないですか。これ ACS はですね、もう抜かれてるんですよね。あ、そうなんですね。はい、やっぱり、心筋梗塞とか ACS に関してはもうカテーテル治療は必須なので、そういった患者は除外されて、いわゆるその心不全の患者っていうだけで組まれてます。わかりました。難しいのは、心不全も ACS も、似たような症状で来る人は来ちゃうってところが難しいところだと思っていて、もちろん明らかにステミですとかだったらわかるんですけど、その共通できてトロポニンが上がっていて、で、心電図の変化がある心不全の人もいるし、ACS の人もいるって考えると、まあそういう人たちがこういうところのアーリーに入ってるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。そうですね。実際、まあ確かにご指摘の通り、その、まあ新規に ST 変化してるっていうのが、まあ、アーリーシージングでは 50%。ただな、まあノーシージの方でも、まあ約4割っていうふうに、確かにその心電図変化であったりとか、あとトロポニンの上昇っていうのも両群で比較的多い割合で見られてはいるんですが、うん、まあ、やっぱり先ほどの患者背景っていうのをその調整しての、まあ結果の解釈っていうのは、まあちょっと実臨床としても、ちょっと答えるのかもしれないですね。わかりました。あとこのトロポニンなんですが、はい、アッパーリミットっていうのは、これも本当になんていうんですかね。僕たちが見るあの採血の赤字になってる人たちのこと言ってるんですか？
アッパーリミットって検査値のその正常上限というか、基準値としての正常上限。そうするとかなり上がってますよね。これ、心不全で容易に上がるやつですよね。はい。しかもそれの、まあ、例えば、トロポニン I であれば、その2倍くらいを、今回の正常上限以上っていうふうなグループとして、なるほど。し、例えば4倍くらいだったらですね、もう MI レンジというふうに、なるほど。捉えて、まあ、グループ分けしてるっていうふうな結果でした。よくわかりました。岡田先生からいくつかちょっと質問が来てるんですけど、早期に CAG をするべき指標は、まあ、今回のトライアルを踏まえてってことだと思うんですけど、ありますかということですけど。まあ、一応今回はですね、まあ、ちょっとまあ、これはまあ、以前での、これ、この方々の2人なんですね。一応これらのトロポニン、それからまあ、MI の寄与、それから狭心痛があるっていうふうな患者背景がまあ、1個でも含まれる患者っていうのが、このイスケミックハートフェイリアとして、登録されているので、うん、こういった要素がですね、まあ、1つ以上ある方の心不全患者っていうのは、もしかしたらやっぱり早期に CAG することで血行再建率も上がりますし、まあ、治療介入が早くなることで予後が良くなるんじゃないかというふうに判断します。なので、まあ、こういった患者さん方がまあいい適用になるんじゃないかなというふうには考えます。なるほど、よくわかりました。川本先生、手を挙げていただいてますけど、いかがですか？ありがとうございます。非常に面白かったです。塩谷先生の、先ほどの質問とちょっと被るんですけど、これ補足で結局、心不全のエチオロジーで、ICM の人と非 ICM の人で予後を改善したかどうかのハザードレーションってあります？その、虚血の心不全の人と非虚血だった人っていうとこですよね。はい。多分、それが、さっき南先生も、最後ディスカッションでおっしゃってたところに該当するんじゃないかな。これはあくまでちょっと別のスタディの結果なんで、ちょっと今回のそのまま回答というか、こう含むことはできないんですけれども、なのでまあ一つはですね、ディスカッション上であったのは、その虚血があればまあその血行再建を行うことでまあ治療介入っていうのができて、そのまあ虚血性心疾患としての進行を抑えることがまあできるっていうことなんですけど、まあ、具体的にその虚血じゃなかった場合の人たちとのその差っていうのがどれだけ違うのかっていうことに関してまでは今回は触れられてはいません。ただまあ、そのノンイスケミックだったら、その他のですね、ACARB とかまあアーニーであったりとか、そういった増量っていうのが可能なので、まあ、やっぱりちょっと治療方針が異なるっていうふうなところですね。その場合って今回この CAG やった群ってガンツまでやったかどうかってのは分かんない。あ、ガンツデータまではちょっとないですね。なので心不全としての評価まではちょっとできてないと思います。分かりました、ありがとうございます。なるほど、早めに答え合わせができると治療もオプティマイズできるからいいんじゃないかってことかもしれないですね。一応そこが結構大事なとこなんじゃないかというふうにディスカッションではですね、述べてました。分かりました。心不全ということで阿部先生いかがですか？ありがとうございました。なんか今回のその入り口が急性虚血性心不全の患者さんにおいてっていうことだと思うんですけど、CAG をやって結局病変がなかった患者さんも含まれるとすると、全員が全員虚血性心不全だったわけではないっていうことですよね。あ、その通りです。あ、ありがとうございます。あと、まあ、そのアーリー群とのその定義が14日以内ということで、はい、むしろその CAG をアーリーでやらなかった患者さんっていうのは結局入院中にはやらなかった患者さんっていうような解釈かなと思うんですけども、はい、まあ、外国だと多分14日心不全で入院してるってかなりレアだと思うので、トロポニンとかが陽性で、入院中に CAG をやらないってかなり特殊な条件なんじゃないかなと思ってたんですけど、ただこれ見ると半々ぐらいでそういう患者さんがいるっていうのは、これが実態だったっていうことですかね。まあ、そうですね、一応この約3000人の中ではやっぱりトロポニン上昇とか、あとは共通とか、あとはまあ心筋梗塞の起用とかが、まあ、1個以上ある患者たちがですね、実際の中には含まれているというか、まあ、その患者さん方だけなので、それの中でやっぱりその CAG を施行されてないっていう患者は、まあ、いろんな多分要素が考えられるとは思うんですけども、確かにこれだけやってないっていうケースはですね、ちょっと珍しいのかもしれないですね。ありがとうございます。あと、まあ、アーリー群結局3日ぐらいでやってるってことなんですけど、虚血の解除によって入院期間の差とかも出るのかなと思ったんですけど、そこはどうですか？あ、すいません、ちょっとその入院期間のとこまではですね、ちょっと書かれてないんですよね。なので、まあ、実際そのどれだけ
計というか、まあ、その血行再建、今回その CAG を施行するっていうところまでで、実際その後に観察してたのって最大まあ約2年間くらいなので、その2年の間で、まあ、血行再建術をまあ施行されてたっていうふうな結果になります。なので入院中にやってたわけではなくてですね、さらにちょっとその場でやったのが6割っていうことじゃないんですね。もしかしたら退院してから PCI を予定でやった人とかも含めて6割ぐらいがやったってことですね。あ、そうです、そうです。で、特になんかこれで見てみるとですね、ちょっとここで急にガクッとなんか増えたりとかっていうのがあるので、まあ、もしかしたらその心不全立ち直って、まあ、結構多死病変の人の割合が多かったのでですね、その CABG とかがまあされてるっていうこともまあ多いのかもしれないです。ちょっとあの改めて入院してっていうところですけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他ご質問ある方いらっしゃいますか？いかがですか？大丈夫ですかね？そうですね。ちょっとなんかいろんな、まあ要素はあるんでしょうけど、まあ非常に実臨床的というか、僕たちが実際ちょっと悩むところに、こう、まあフォーカスしてくれたトライアルということで、まあ結構明日への認証にも、まあ活かせる点があるんじゃないかなって思いながら、ちょっと今日は聞けたかなと思います。それではそろそろお時間ですので、これで終わりにしたいと思います。今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。